こんにちは。ナチュラルな雑貨や洋服、アップルパイが自慢のカフェも人気のこちらのお店に、全国に先駆けて新しいラインナップが加わりましたよ。早速チェックしてみましょう。それでは週刊ヒロナビ始まり始まり。週刊夢ヒロナビ。今回やってきたのは夢タウン広島1階スタディオクリップ。ちょうどいい暮らしをコンセプトに、アパレルから雑貨、カフェまで幅広く展開するライフスタイルブランドショップ。夢タウン広島店に先行デビューしたデイリークリップは、ナチュラルで何年経っても飽きが来ず、住む人にちょうどいい暮らしのアイテムを数多く揃え、理想のライフスタイルを叶えます。スタイリング用ホームバイユアセルフ、あなた好みのものでしつらえたお気に入りの空間作りをしてみませんか。藤井さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、スタディオクリップの新ラインデイリークリップから、藤井さんおすすめアイテムをご紹介いただけますか。はい、これからの季節にもぴったりなドライフラワーとフラワーベースがおすすめです。いろいろな種類を少量ずつ販売しているドライフラワーは、好みのものを組み合わせて自分だけの花束を作れます。フラワーベースも陶器、ガラスなどいろいろな種類からお気に入りを選んで、ガラスベースに柳を編みつけた編み柄ベースが藤江さんのおすすめ。ドライフラワーに限らず、そのまま飾るだけでも素敵なインテリアになります。スタディオクリップの新ラインデイリークリップ、続いてのおすすめは何でしょうか。はい、温かみがあってかつ実用的なカゴのある暮らしをご提案します。丸いもの、四角いもの、浅いもの、深いもの、取っ手がついているもの、たくさんのカゴの中から好みのもの、暮らしに合うものを選びましょう。キッチンクロスやブランケット、毎日使うものを収納したり、先ほどのドライフラワーをさりげなく入れて飾ったりと、使い道はたくさん。天然素材のぬくもりが暮らしを豊かに彩ります。スタディオクリップではお客様に安心してお買い物をお楽しみいただけるよう、新型コロナウイルス対策を実施しています。新ラインが加わった夢タウン広島1階スタディオクリップで、皆様のお越しをお待ちしております。